初代キラーン男爵マイルズ・ウェダーバーン・ランプソンは、イギリスの外交官、政治家、貴族。第二次世界大戦中に、イギリスの繁殖民地エジプトの実質的な統治者だった。北アフリカ戦線でのドイツ軍の快進撃に刺激されて、エジプトの繁栄民族主義機運が高まった際、これを弾圧して、繁栄民族主義内閣の樹立を阻止した。しかしその強引なやり口は、 エジプト民族主義運動の反発を招き、戦後のエジプト革命とスウェーズ戦争を招く。1941年のカイロの英国大使館。本国の中東担当大臣、オリバー・リー・トルトンと共に1880年8月24日に、初代順断尺カーティス・ミランダ・ランプソンの産男で、サリー州やロンドンの治安判事を務めた、ノーマン・ランプソンとその妻ヘレンの間の次男として、 スコットランドスターリング・キラーンに生まれたイートン校を卒業。1903年に外務省に入省。1906年に明治天皇へのガーター勲章施設団の一員として来日した。中華民国や日本などアジア諸国での勤務が多かった。1920年にはシベリア高等弁務官に就任した。1926年から1933年に かけては、中華民国駐在の特命全権講使を務める。1933年12月に、マクドナルド巨国一致内閣が成立すると、エジプト高等弁務官と、スーダン高等弁務官に就任。1936年からは、エジプト大使となる。エジプトは、形式的には独立国だったが、1882年に、英軍に占領されてからというもの実質的には、 イギリス支配下にあったため、彼がエジプトの統治者も同然であった。1936年に即位した若いエジプト国王ファルーク一世は、他のイギリス支配下のアラブ諸国の国王と同様に、イギリスの傀儡王となるための教育を受けて育ったが、彼は大英帝国の力の衰えを見抜いていた。ランプソンはファルークをあの子と呼んで、はじめは恩気せがましく、後には、 軽蔑的な態度で接したが、ファルークは、しばしばこれを花であしらって、イギリスに反抗的な態度を取るようになっていった。とりわけ第二次世界大戦中に、ロンメル元帥率いるドイツ軍がカイロンに迫った際、ファルークは、イギリス軍をエジプトから叩き出すチャンスが来たと見て、繁栄内閣の樹立を決意した。しかしこれに焦った、ランプソンは、1942年2月に、 ファルークに対して、ムスタファエル・ナハスを首相とするイギリス海外内閣を樹立することを要求した。ファルークがこれを拒否すると宮殿を英軍に包囲させ、もし要求に応じないなら英軍はファルークを拉致し、航海上の巡洋艦に遊兵するという脅迫を行った。結局この脅迫を恐れたファルークが譲歩し、ナハス内閣が樹立されることになった。エジプト繁栄民族主義運動の弾圧を、 本国のチャーチルから高く評価され、1943年5月17日には、連合王国貴族、キラーン男爵に助せられた。だがこのランプソンの応募は、ナセルラ民族主義者将校たちの反感を招いた。彼らは革命を起こさねばならないという決意を固め、1952年のエジプト革命、スエズ運河国有か、イギリスとのスエズ戦争へとつながっていく。戦後、 強硬な帝国主義者チャーチルが失脚。アトリー労働党政権はエジプト融和政策を目指し、エジプト人から嫌われるランプソンを1946年3月に解任した。代わって1946年から1948年にかけて南東アジア特別高等弁務官に任じられ、シンガポールに転任。日本軍の占領以来失われていた。 イギリスのシンガポール植民地支配の再確立を目指した。1948年以降はイギリス本国で貴族院議員として主に活動した。また1948年に数密顧問館に列する。1964年9月18日にヘースティングスの病院で死去。彼がエジプトから離任してから18年後のことだったが、その時、 彼に代表されるような強引な手段を用いてでも植民地支配の維持を図ってきた大英帝国の中東支配は完全に崩壊していた。借位は長男のグラハム・ランプソンが継承した。身長192センチ、体重114キロの男だった。愛国心の強い熱心な帝国主義者であり、エジプトを大英帝国の支配下につなぎ止めておくためには、 いかなる行為も正当化されるという持論があった。その高圧的な態度からエジプト人は彼を第二のクローマーと呼んだ。1943年5月17日に以下の借を新規にノブされた。1912年にレイチェル・フィップスと結婚。彼女との間に以下の三子を設けた。1934年にジャクリーン・カステラーニと再婚。彼女との間に 以下の三辞を設けた。ありがとうございます。